この実況を見るときは、部屋を暗くして画面へ近づいてみてくれよな。はい、皆さんどうもおはようございます。こんにちは、こんばんは。今回もやってまいりました、ゲーム大冒険です。オーラドンさんがやっている。あ、なんだ、ケイトか。なんだ。知ってるわ。全然知ってる人だ。ありがとうございます。あれガジラもやってた、今。今やってた？じゃあ背中を向けてみようか。いやー、モスラ本当、あれだね。操作が結構、ぬるぬる動きますね。さあ、背中から近づく、この、戦闘の意思を見せていない、この行動を、あのガジラはどう受け取るか、見ものですね。さあ、どうなる？まあ、ガジラも後ろ攻撃は尻尾くらいかな。なのでね。さあ、どうなるか。お、ラドンも来た。お、ガジラは前にしか攻撃をしていないぞ。おおおおおお、仲良くなれたか？でも、平和協定知らないっぽいよね。お、いけるっちゃいけるな。ちょっとビルじゃな。なんでそんな端っこ行くのガジラ。じゃあラドン見せるか、俺らの平和協定ってやつ。あ、でも君ビームないんだよね。あ、でもこの絵面もなかなか味があっていいよ。いた。でもこれもありっちゃありだ。いいよ、大丈夫だ。あれ、めっちゃ食らったな。5分の1は持ってかれたな、これ。でも一緒に行きたいよね。行くか。おーっと、ちゃう。三角ボタンだっけ、ダッシュ。お、それやるの？おー、きれい。おー、なかなかありがとうございます。素晴らしかったです。いいね。あのガジラさん野良だね、完全に。仕掛けてみようか。じゃあちょっと俺仕掛けてくるね。戦いを申し込んできます。ガジラ、こっちは無分だ。さあ、私とやり合おう。ぜ。なんなら平和協定するか。そのまま止まってけ。おーっとっとっと、仕掛けてしまった。仕掛けてしまった。始まったのか、これは。それで止まるんだろう、多分。止まったっちゃ止まったか。止まったな。あのガジラ、あれだね、平和協定を知らない平和主義者だね。オッケー、やろう。俺は別にいいぞ。オッケー、よかろう。おお、なんか俺の方が食らってるぞ。ほっ、なに、おいしょ、今だ。よし、もう一丁。なあ、足らないか。いける。ガジラから後ろが消えてるぞ。届くか。よし、あと一発。おー、これどうなるか。おー、いけるか。ほっ、よいしょ。はいはいはい。おーっと、いける。おー、きた。おー、なかなかいい勝負になってるね。おー、おお、すげえコンボ。そっから入るのか。なあ、間に合わない。うまいな。ガジラが後ろから吠えてるけど。おお、うわー、ガジラが。おお、ラドンかっこいい。おお、すげえ。戦え戦え、俺の屍の上で戦うのだけはやめてくれ。頼む、俺の屍を踏むんじゃない。うわ、ラドンのコンボが半端ねえ。おお、なんかこの目線だと大きく見えるね。いいね、このアングルね。てかモソラがかわいそう。おお、でもこれ結構もうラドン HP きついね、だいぶ。お、でもコンボ仕掛けていく。食らいついていく。おお、いや、コンボ半端ないね。おお、でもガジラ半分食らってたってことは、多分普通の HP 全開の時にやったら多分勝ててましたね。いや、さすがリスナーさん強い。てかビルがまだ動いてたね。次何に使おうかな。じゃあみんなゴジラ見たいだろうからゴジラにしよう。ね、俺他の怪獣結構好きだけど、みんなゴジラも好きだもん。てかゴジラが好きだもんね。うん。やっぱりゴジラは結構頻繁に使った方がいいのかなってこの頃思ってます。はい。あとね、この頃新キャラでね、ビオランテ育てたのでね、ビオランテも。って言ってるそばから相手にビオランテさあ、どっちが外人さんでどっちが日本人だ。ガイガンが日本人、ビオランテが外人さんということで了解です。じゃあ俺もう仕掛けていこうかな。ヤホヤホ、リスナーさんヤホ。あ、ごめん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 よごめんよ、すまない。当たったよね今ね。ごめんなごめんな、吠えようと思ったんだ。重いな。おいしょ、無念とシーン。いいね。ほいほいほい、よいしょよいしょ、シェーです、シェー、ギリシャン止まれ。よーし、これが本当の寸止め、この距離ね。どうや。おー、ガイガンかっこいい。おー、かっこいい。やば、今かっこよかった。今一瞬かっこよかった。一瞬ってなんだよ、ずっとかっこいいよガイガンは。こんなもんか。 OK、 そうですよね。重いな。おお、映ったでしょ今しっかり。この方がいいかな。おお、かっこいい。ちゃんと撮れたよ今。ありがとうございます。いいの撮れました。いやー、素晴らしいね。よかったよかった。じゃあ一応許可だけは取っとくか。オッケー、許可は取った。おお、仕掛けてくる。おーっとガイガンのカッターが入るか。12発くらいかな。おっとあれはガイガンちょっときつい。これはちょっと助けに行こう。おいしょー、いったー。おおいいね。うまいうまい。おーいた。壁攻めでピンチそうだったら助けるって感じにした方がいいかな。おお辛いね。おおこのビオランデちゃんと受け身取ってる。いった。うまいねこのビオランデ。これ助けた方がいいよね。いやでもまだあれいけるな。ゼロキルだけ攻撃しろ。きれいきれいきれい。何やってんだ。じゃああとは俺に任せなさい。おいしょ。おーガイガンはああそっちな。バシッとやろうぜ。よいしょ。おーきた。危ねえ。おおこれはどこだ。いけた。おいしょほいよいしょきたー。はっはっはっはやるやおうじゃないか。容赦なく行くぜ。よし。ああ間に合わない。おおきつい。うわっおおいいコンボだ。おいしょどうだ。よしいけてる。おおいっておおいったー。やっぱゴジラ万能だな。267勝ありがとうございました。というわけでね、じゃあ、じゃあもう一回やるか。もう一回やろう。じゃあ三色飛竜久々だな。機械系使うの久々かもしれない。お意外とみんな勝率が少ないぞ。ってことはこの頃買ってきてくれたんだね。ゴジラ VS をお買い上げいただき誠にありがとうございます。さあリスナーさんいるかな。リスナーさん探しの平和協定 B のバンニゴジは違う。外眼も違う。なるほど。おっと来てるね来てるね。危ねえ。なんだ敵でいいんだよな。おいしょ先手必勝。向こうの尻尾の動きを見てしっかりやってたからね。させるか。よしどうくるどうくる。あー叩けばよかったな。ほいほいよいしょ。おいしょしょい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 。もう一回やるか。後ろからガイガン来てるな。カッター来そう。久々のあれか、21か。むっ、大丈夫、いける。三色切るならいけるぞ。ほっほっ、よいしょ。ガイガンにも当たるだろう。よし、でバニゴチに追加で攻撃できると。きつい。でもバニゴチにも食らってるね。おいしょ。今のでガイガンの攻撃かわしてるから OK。 なかなかきついぞ。まずこいつを潰してからだ。おお、危ねえ。おいしょよいしょおいしょ。よしよしよし。ほいほい。危ない。マニコジちょっと邪魔だな。ワンパンで消せるんだよな。どうするか。おいしょ。横ステップでいけるな。おいしょー。さあどうする。わしは後ろだ。おいしょおいしょ。オッケー、バニゴジ死んだ。あとは君だ。2対1で勝てるのかな。おいしょおいしょー。残念だった。よし、しっかり2対1で勝ったぞ。よかったよかった。久々だね、2対1。いやでも勝てることができてよかったと思います。まあバニゴジとガイガン相手なんでね、結構厳しい戦いになるんじゃないかなと思いきや、意外とあっさり勝ててよかったと思いました。はい、それではね、ここら辺で終了したいと思います。皆さん最後までご視聴いただき誠にありがとうございました。それでは次回もお楽しみにしていてください。じゃあね。